こんにちは、吉谷さん。借金があってもやっぱりね、売り上げって作れるものが売れるっていうのは私もね、体験していることなんですよ。何を隠そうね、吉谷さん、私も速稼塾を始めた時って借金むちゃくちゃあったんですよ。3000万ぐらい借金があって、まあ私が認識したのは2800万だったんですけども、2800万ぐらい借金があって、もうね、来月は借りれねえだろうと思ったところで速稼塾始めましたからね。で、こういうふうに考えたんですよ。借金っていうのは過去に作ったもの、でも今現在は稼げている、未来は明るい、こういうふうなね、ロジックだったんですよね。で、結局私は結婚をしたのが43歳の時でしたけども、40歳の時にネットビジネスを始めて3年間ね、ずっと借金があったんですよ。いや、結婚式した時でも1000万ぐらい借金があったんですよね。で、1000万ぐらい借金があるのに、あの結婚のね、パーティーやったというでも全然いいんですよ。頭の中ではこの速度だったら今年中に借金なくなるなみたいなね。で、ある意味借金をどんどん返すのは非生産的だから、あの浮かせているキャッシュをね、浮かせるキャッシュをたくさん持っておこうと思ったんですよ。で、借金ってのは滞納しなければ誰も文句言わないんで、むしろお金貸してる方は金利が取れるんで喜ぶわけですよ。繰り上げ返済なんて最もね、お金を貸してる方がしてほしくないことだと思うんですよ。そういう形でね、私はいろいろと考えながらやってましたけども、吉田さんがね、借金があろうがどうしようが、別にね、稼がしてくれれば問題ないわけですよね。で、そういった意味で吉田さんにかけてみようっていうふうに信頼してくださる方が多かったのだろうなと思います。そういう面でもね、吉田さんと私のやり方って似てますよね。で、ここではですね、後半は稼げない人の特徴ってものをお話ししましょう。稼げない人っていうのはとにかく一点集中してないんですよね。一点集中しているつもりで、やっぱりね、フラフラあっちこっちと浮気しますよね。で、こういうのは、浮気っていうのは恋愛でもそうですし、うまくいかないですよ、仕事でも。なんか私もね、2013年にネットビジネス始めましたけども、そこだけやりましたからね。ネットビジネスの塾に入って、そこの塾しかやってないという状態です。ずっとそれだけです。で、与沢翼さんのスクールに移行したのがなんと2017年。だから私、生涯に2つしか塾を経験してないんですよ。主にアフィリエイトをやっている最初のね、2013年から始まったコンテンツ、これはまあ吉谷さんを通じて、そこに参加したってことなんですけども、それからずっとそこばっかりやってきて、そこのコピーばっかりやってきて、2017年にやっと種銭ができて先が見えたんで FX に集中したわけですよ。お金と時間があるから FX にやっと行ったんですよ。その時に与沢さんの塾に入りました。2個目の塾です。以来ですね、もうね、永遠に塾入んないですね、多分ね。永遠に誰かから物を買うことも、もしかしたら試しに買うことはあるかもしれませんけども、自分の稼ぎを作る意味で入ることはないです。なぜなら1個でいいんですよ。1個で FX に1個、アフィリエイトに1個、これで終わりですよ。で、 FX で結果が出てない人、アフィリエイト、要するにネットビジネス全般で結果が出てない人って、とにかくね、1個じゃないんですよ、いろいろやってるんですよね。浅く広くならまだしも、深く広くやっちゃってるんですよね。だからうまくいくわけないですね。で、もうちょっと具体的に言うと、いろんな人の動画を見るんですよ。そういう人っていろんな人の動画を見て考えが2点3点するんですよ。で、思考が分散してるんですよね。ダメですよね、もう。で、動画を見るってことは動画を見せてる人がいるんですよ。動画を見せてる人はその人から売り上げを取りたくって細かくサービスしますからね。まあ細かくサービスしない人もいますけども、そう考えていくと、私のやってきたことってのは、まあ、吉田さんが言われるように一点集中しかないんですよ。一点集中で、そこが徹底的に自分の力ではどうにもならないなってことがはっきりしたら、二度とやらないってことを選択するんですよ。そして次に行くんですよ。もしくは徹底的にやることによって、そこのプロになって、これ以上は自分の力が伸ばせないなと、もう月収200万300万いったら十分だろうなと思って、それではじゃあマスターしたなと、じゃあ次に行こうかなって形で転売に移っていくみたいな形ですよね。だからもうね、一個のことをね、もうしゃぶり尽くすみたいな感じですね。まあそれがうまくいく方法じゃないかなとやっぱり思います。で、こうやって見てみてもね、徹底的にやってないと思うんですよ、ほとんどの人が。塾に入っても結局他の塾が気になったりとか、他のノウハウが気になったりとかね、 FX をやっても自動取引を、これどう思います久保さんみたいなこと言ってね、何をやってるんだって形ですよ。全部無駄なんですよ。その1秒1秒が無駄なんですよね。2、3分動画なら見てもいいだろうと思ったら、その2、3分が無駄なんですよ。なぜならその2、3分で済まないんですよ。2、3分ならいいだろうってものがたくさんあるんですよね。10本、20本って増えていくんですよ。だから全然ダメですね、そういうのはね。はい、それで最後にね、コピーペーストをお金に変える方法ってあるじゃないですか。私ね、それすぐ思いついたんですよ。例えばね、
ものすごく可愛い女の子がコピーペーストの方法を手を添えながら教えてくれますよってサービスは売れるんじゃないですかね、うん、これはだからコピーペーストに名を変えた女の子がやってきてくれるっていうサービスなんじゃないかなと思うんですよ。でね、女の子が来てくれたらやっぱりね、さすがにね、一生懸命勉強しようと思うでしょ、ね、私みたいな人間がね、あの手取り足取り教えますよって言ってもなかなかね本気にならないのかもしれないですよね。でもね、うまくできたらすごいとか言って女の子が言ってくれるんだったら、頑張る男性って結構いるんじゃないですかね。その逆もありますけどね、うん、女性がね、例えば40代の女性とかが、あのジャニーズみたいなね20代の男の子が、僕が一緒にやるんで頑張りませんかっていうふうに支えてくれたら、やってみようかなと思っちゃうんじゃないですかね。でそういうふうに、付加価値ですよね、まさに、うん、付加価値をつけることがいかようにもできるのが情報ビジネスなんじゃないかなと思いますけども、いかがでしょうか。まあとにかくね、一点集中やってください。一点集中でやれば突破できますよ。突破できなかったらそれをやめて別の一点集中に切り替える。常に自分の体は一つのものに全力投球するってことじゃないかなと思うんですよ。これを例えるなら、ピッチャーをやりながらキャッチャーはできないと、ピッチャーをやりながらバッターはできないと、こんな感じでいいんじゃないですかね。一個のポジションからマスターしていきましょう。それではいってらっしゃい。